そしてですね、このリズムマシンをこの別売の、別売りのフットスイッチで、を買いますとですね、はい、この2番で鳴らせるわけですね。レッツミュージックスタート。どうも、薩摩3042です。ですね、11月にですね、なんとラウドネスの新原実さんと、歌い祭りというね、あの新原さんのバンドに私なんとあのゲストで、ギターとして、参加させていただきます。ありがとうございます。こんな日が来るとは思ってませんでしたよ。とりあえず今日が告知解禁となりましてですね、11月18日が、名古屋のブレスという、ライブバー、そこでですねやらせていただきます。そして翌日11月19日、土曜日にですね、大阪の福島サードストーンというところで、これね、どちらもあの人数制限がありますのでね、もう本当にもうソールドアウト間違いなしじゃないかなと思ってるんですが、皆さんぜひよろしくお願いします。はい、それではですね、この別売りのフットスイッチを使ってですね、ちょっとビートイットのバッキングトラックを作ってみたいと思います。このね、2番を踏むとですね、ドラムが始まってくれるんですね。ほんで3番を踏むと、ルーパー、レコーディングしてくれるんですね。それ、最大45秒録音できるそうなので、ちょっとやってみたいと思います。これね、踏まなくても、ギターの音が、入力、こう、反応して、それに反応して自動録音してくれるらしいんですけども、止めるのはね、どうしてもこう手で止められないので、まあこのフットスイッチを使うわけですが、これ、レコーディングのインとアウトどちらもフットスイッチでやってみたいと思います。レッツミュージックスタート。じゃあビートイットのソロをね、ちょっとやってみましょうかね。まずね、このアームは絶対ついてなダメなんですよね。最初の3弦の2フレット、これこのね、ダウンした音、わかる？はい、この音が欲しいので、まずね、この中指と薬指で、私はこう下に引っかくんですよね。これアーム使ってなかったらこういうことです。これアームで、だからこの音がなくなるんですよね。そしてこのなんかねちっこく、4弦へ、3弦の4フレットへ、スライドさせます。どうでしょうか、ここまで。そしてビブラートをかけて、音を、サステインを豊かにします。はい、そして、また、7フレットへスライドさせます。これつなげてみますとこうなるわけですね。こういう風な感じですね。はい、そしてまたビブラートをかけますと、この弱い音でも、まあちょっと
生き返ってくるんですよね。そして、3弦14フレットを叩きます。そうしますとハーモニクスが鳴ってくれます。そして、ここでビブラートをかけた後またスライドさせます。だから要するに、左手だけでやってみますとこういう風な、流れになっていきます。そこへタッピングするわけですね。はい、その後ですね、こういうフレーズですね。そして上でも同じようにこうやります。そして、2弦の12フレット、こちらの、ピックアップ側に、ブリッジ側に、スライドさせます。はい、そして次がもう大股ストレッチですね。どうですか、19フレット12、15、19ね。これね、このコツはもう裏ね、親指だいぶ下ですね。はい、次は1弦で12、19、15なんですよね。はい、どうでしょう。そしてこんなことしますね。いらんこと言いますけど、このね、2弦の19フレットって一体1弦ってどこやというと1弦の14なんですよね。だここ使うのもこういう風に使ったらいいのに、もうエディは使わずにですね、もうこれ19フレットで1弦の12フレットを飛び越えた音を使ってるんですよね。こういうフレーズ、まずこう分解しますとこうやって覚えてください。そしてここでペンタトニックの合わせ技ね、これどうやって説明しましょうかね。はい、ここのね、2弦のここでね、トリルのようにこういう風にやってみてください。そこをね、まあ適当にこのピックのね、側面を使ってキュイーと言わせてください。そして、これが終わりますと3弦の14をこういう風なちょっとねちっこく、チョーキングして、チョーキング&ダウンしてください。はい、ここまで。はい、ここでほんで3弦のアームダウン、これね、開放を入れるのがかっこいいですよね、エディですよね。そして起き上がりざまにこれピッキングハーモニカ3弦の、こういう風にしますね、9フレットここでアームをカクンとします。もうアームついてなかったら無理ですよね。そしてここでもアームね、カクカク、これ4回するんですね。530530530ってやるんですけど、これね、微妙にタイムをずらしてるんですよね。どういうことかというと、ちょっと素早くするのからだんだんちょっと、ゆったりと
かります？これぐらいね、ちょっともう気づくか気づかんかぐらいに、ちょっとずらしていきます。そして3弦の2フレット、またここで強烈なピッキングハーモニカ、はい、こんな感じですね。そしてこういうふうな、もうむちゃくちゃかっこいいですよね。というふうになります。そしてこんな音遣いあんまりしませんけどね、これがまたかっこいいんですよね。この10フレットを飛び越してます。そしてここで初めて、10フレットを使って、この右手で17フレットをピコンピコンピコンとします。そしてこっちにもう2弦も巻き込んで、こうやって払いのけるように、邪魔やな。そして、このダブルチョークね、じゃなかった22フレットやみたいなタイミングで、移動させてみてください。そして最後これね、もう6弦でもなく5弦でもなく4弦なんですよね。この音ですよね。いかがでしたでしょうか。はい、私もね、なんか知らんけども、ライブが目白押しなんですよね。10月1日2日と、あの元アンセムのマッドさんと、バンヘイレンアイというイベントをやります。大阪心斎橋コーダで、同日2日間 2days やります。そしてですね、10月9日は目黒鹿鳴館で4平連、久しぶりの4平連が、お江戸でライブをします。そしてですね、11月18、19と、新原実さんの、歌い祭り、ゲストギタリストとして、参加させていただきます。そして11月23日の祝日はですね、初めての岡山でのライブ、それもラウドネスの山下さんの、ユニット、はるかさんと、一緒に、やらせていただきます。いろいろ、決まってるのは言えるのはここまでがありますので、またお時間ありますというか、もう絶対、来てくださいね。よろしくお願いします。